さあ、準決勝第2試合。セジータカがバーサス、先ほどの大金星を挙げた流星の陣。タオカが陣、またしても、まあ、キャラパワー。強いと呼ばれているこの2キャラ。では今日は、ベスト4に、白面タオタオ陣と、世間で強いんじゃねえかと言わさされているキャラしか残っていないと。なかなか当然の争いに勝っております。開幕はタオカが。何かに対して何かが当たっている。さあ流星がきっかけをつかみたいところだったわ。またしても始まりによって逃げるから、さあそんな流星ダウン取って溶かして投げは通らず、でストリー、それは何だ。さあ立証権はこれは男子決に阻まれ、ゲージとバースを失う展開となる。バースが出すと 8B がカウンターしつ、しっかり海峡から投げは通らず、しかしタイルグリードを奪うことに成功しているのは流星の方。これに対するセジータワーは体力が奪われているものをバースは持っている状態、そしてゲージもあると。そして流星が確実に蓄積ダメージの蓄積を確保するというところがあるので、また細かくせるのでそこでラッシュアンバーグが僕を確実に見ますが、何回もさえ藤原を抑えする34から攻め最大ダメ、ここで外見クー投げ取ってしまった。これはどうなることやら、エリアルクーナイでこれ残ってしまったが、クラバーリードネタっぽい。これは昔ながらの対策が垣間見え、多分流星これ知りませんでした。レボン2さあ、ここに来て、なぜか、この色さんがいらっしゃるという。なぜだ。しもじもの会が、やはり、会長を応援しに来てるんですかね。さあ、しかし、しもじもの会会長、今まで見つかれるように会長って入れてなくて、会員から文句言われてたらしいんで。さあ、そんな会長選手に対しては、このは、やはり、流星をゴリゴリと削っていく。飛翔拳ということで、飛翔拳が思い切った選択だったが、これかわされて、いやもう SD 昇竜ヒットしたものの、キャッチとしてきてますが、この状況では若干何とも言えない感じでなってしまっているが、ここはラッキャに対してバーンと打って B6B いくらしいが、さあこのタイプで思い切ってどうしたものの、バーンと打たれてしまって、下からゴリくんコンボがつながっている。これはうまい、セジータが決勝進出です、おめでとうございます。さあ本日の三決、ユウト対リュウセイと若手同士の対決ですが、まあ、流星の称号なかなかこれいいですね。暴れ狂う R1 結構いい、暴れ狂うっていうフレーズがなかなかいい足を出してるまで。さあ、そこは R1 さん大好きな流星は4代目を襲名している。初代がまあ、まあ、ご存知のノリスカイ R1 さんで、2代目がブッパさんで、3代目がユッパさんで、4代目がブッパさん、一子相伝の北斗四兄弟みたいになった、11年兄弟。なるほど。さあくだらねえ話をしている最後の勝利、このまま勝負は終わってしまうのか。まだ終わらない、初手のスーパーガンダッシュ投げ、やめておけ。レボン2アクション、カウンター、最高天気解消から 6A で攻め系から 6B に止まれてしまうが、開幕のダメージとしては十分なんで、早めの勝利権で切り返していこう。逃がしては結構思い切った勝利権をつけます。ジョーカーの中盤の機械を放出させます。まあ、あいつの方が打ちますけど、あいつ大きい攻め勝利で打った勝利点っぽい。
しまった男子選手だったが、カエルで弱い勢優先。そしてこれはデッドリズムでダメージを優先して、キャンプ。おっと、これは 2B かなに対して、いろいろ入ってきて、急投げで決まってしまえば終わりでしょう。ダウン激しくして、リュウセン、サンキュー。おめでとう。本日の決勝戦、セジータを VS ヒカルハクメンですね。この2人の対戦経験は一体どれほどのものか。 CS1X だったら割とモリモリやっていた方ですが、もしかしたらアジャージーバトルの方でやっているのではと個人的には思うのですが、まあ何がどうなるこの試合がどうなっていくのか。半分あんまり聞いていませんでしたが、まあ、OD ゲームがないということは白面側が自信を発生をしたということでしょう。では6人はバレーに対しっかり上からかぶさっていく。トリカからのアーティストで6人を潰せ、踏み潰して、踏み潰したらのダメージがバカにならないので、やはり今作は最初までリーを取らないとリードを奪うという感じです。さあ、アテミから何かを潰してレビューを差し込んでいる。顔側が体力残り少ないが、アテミ側はまだ始まっている。ボールを埋めたいから、これはマジでしまったものではギャラクティで上に飛ぶ。そして空投げは見えている。レーザーでボルトリコンで全部、最後はジャンプにジャンプにフィニッシュして、側面側がリーチを投げていく。さあ、ジャンプを奪われば発動。これは右の一手も兼ねているのか。その通りゲージを4枚ゲットして、いいプレッシャー入ってたんじゃないか。もう A をこれだけ刻んでも1300ダメージが取れている。ホタルからのジャンプし、ここでバースが溜まったので打っていく。踏み潰し逃げ、くれ、踏み潰し投げ、しっかり抜けて走って、6シーンは完全に違う。2シーン1回くる。メンバーでかさでかい。しかし持っていたのは6シーンカウンターでしょ。これはなかなか美味しい。でかい。この大きな食べてしっかり生かしていきたいところは踏み潰しで暴け。アーキントが強い。オリジナル優勝はヒカルハクメンでした。おめでとうございます。じゃあコメントオーバーいただきましょう。明けましておめでとうございます。さすが猫の遺伝子か。はい、じゃあ、まあ、今年もね、こんな感じで確かゲームをする午後でブレイブルー CP ランバとやっていきたいと思います。で、まあちょっと遠めの告知なんですが、今月末1月27日日曜日に初心者初級者大会、さらにまあまあ、その1週間前20日にちょっと団員戦でもやろうかなって計画しているんで、まあイベント盛りだくさんでやっていこうと思うので、今年もよろしくお願いします。それでは今日はこの辺でさようなら。